マス寿司マス寿司は、富山県の郷土料理。駅弁としても知られ、マスを用いて発酵させずに酢で味付けした押し寿司の一種。表記は、必ずしも一定せず、マス寿司、マスの寿司、マスの寿司などとされることも多いが、すべて同様のものを指している。木製の揚げ物の底に放射状に笹を敷き、塩漬け後に味付けをしたマスの切り身をその上に並べる。 そこに酢飯を押しながら詰め、笹を折り曲げて包み込み、その上から重しをしたもの。通常は、和げ物の上下に青竹を当て、ゴムなどで締めた状態で流通する。大抵は、和げ物の中に笹で包まれた状態のものが一つの、ものと二つ重なっているものの二種類がある。食べる時には、和げ物の蓋を外し、放射状に切り分けて食べる。なお、 商品には切り分けて食べる際に便利なように専用のプラスチック製の小型ナイフが添付されることが多い。このナイフは笹で包まれた上からノコギリのように引きながら切って使用する。事故の健常逸話にも見られるように従前は冬場で1週間、夏場でも3、4日間は日持ちする食品であったが近年は消費者の思考の変化もあって押しもすも、 弱い生寿司に近いものも生まれている。笹の緑色の鮮やかさを重視する場合は、冷凍された笹、色や香りを重視する場合は、湯戻しした干し笹を使用する。元来マス寿司に使うマスは、神通川に遡上してきた桜マスを使用していたが、現在では遡上する桜マスが少なくなったことと、ニーズが増えたことから、主に外国産のマス類、北海道産のものが使用されている。 2014年11月29日には、富山市ソークルワグランドプラザのイベントで、直径3メートル280人前の世界最大のマス寿司が作られた。マス寿司は人通川流域を中心とした食文化である。平安時代中期の演儀式には、酒寿司が貢献物として登場するが、これは米飯を発酵させた慣れ寿司だとされる。越中料第2巻には、 京法年間に、富山藩第三代藩主、前田利教の家臣、吉村新八が、将軍、徳川吉宗にあゆ寿司を献上した時の製法が、現在の増寿司と同じ早寿司であったことが、記載されている。なお一般には、この時に吉宗の絶賛を受けたとするエピソードが、現在の増寿司のルーツとして語られている。一方、富山市にある、宇坂神社に、 人津川で取れた一番マスを塩漬けにして春の祭礼に備えていたものが江戸時代に現在の早寿司の形態を取るマス寿司へと変化していったとも考えられている。現在のようにマス寿司が広く流通するようになったきっかけの一つは1912年から駅弁として販売されるようになったマスの寿司である。マスの寿司は製造業者の一つであった。 源によって作られた造語であるが、百貨店、スーパーマーケットなどにおける、駅弁大会や、物産展などでこの駅弁が有名になると、マス寿司を、マスの寿司と称する店が出てきている。富山市内を中心に40ほどの店舗、業者があり、寿司の押し加減や酢の強弱、マスの切り身の選別、ご飯すべてがマスで覆われているものや、マスが下の方に置かれているもの、 竹筒の中に入れた高級感のあるものなど、スタイル、バリエーションが多様であり、店舗、業者によって、レシピにオリジナリティがあり味が若干異なる。手作り体験をさせてくれる業者もいる。高岡市でもホテルニューオータニ高岡が、マススシを製造を販売している。現在では、各製造者の店舗のほか富山駅や高岡駅、金沢駅及びその地域を通る。 特急列車の車内販売、百貨店、スーパーマーケット、高速道路の SAA、コンビニエンスストアなどでも販売されるようになり、東京駅や大阪駅などでも購入ができるようになった。広く流通するようになったことで、従来の一段重ね、二段重ねといったものだけでなく、小ぶりのサイズのものや棒状になったもの、スーパーマーケット向けにプラスチック製の容器に入って、 ささにくるまれていない簡易包装の商品など、携帯も様々なものが出現している。なお、派生品として、マスの代わりにかぶら寿司をヒントにブリを使った、ブリの寿司やカニを使ったものもあるほか、コンビニエンスストアなどでは、マス寿司のおにぎりがある。と、山の郷土料理春、河辺、万華郷六マスの寿司、富山謎、食探検町づくりと、山町中ライフプロジェクト第三弾。 世界一のマススシプロジェクトありがとうございます。